バー営業。この決勝戦もクライマックスロスタイムを迎えております。さあグルジャボール、グルジャボール、まださあ持っている持っている持っている、中へ。わあ、しかしこのボールは今は松田健太ですか。コーナーキックになります。さあ松田ショートコーナーを使ってきた。ここは持ちます。東山雄太、昨日がバースデーでした。岩手ラインが5センチから2人行きますが、さあここは松田がもう一度、さあグルジャボール、あ、これは元大のスローインになりました。岩手大学のスローイン。さあクリアして、あ、しかしこれは背中にグルジャボールになった。グルジャボールつないでつないで、さあバックパス、さあグルジャンキープする、グルジャンキープする。ここは東本健太からキーパーの村松へ、キーパー村松、ロスタイム2分と出ております。さあ上げてきました。さあこれはグルジャボールになりました。グルジャボール、あー、しかしこれは届かない。佐々木健二に合いませんでした。今は石川ですか、上山でしょうか。さあまた岩手大学のキーパー村松、今日は再三好セーブですが、ワンチャンスをものにしているのはグルージャ盛岡、菅原太郎、この18番であります。うわ、これはオフサイド、オフサイドです。いや、ファール、フリーキックのチャンスを得ました。ここに来てフリーキック。グルージャベンチ、さあ優勝の瞬間を今や遅しと待っております。中へ、もう、あ、2人残っておりますが、さあ太田はバックラインですが、さあ中へ上げていった、これは入りません。ヘディング外しました。しかし時間は刻々と過ぎていきます。村松のゴールキック、さあ同点の奇跡、ミラクルへの思いを込めて、いや、これはグルジャに、東山からバックパス、そしてグルジャがつなぎます、つなぎます、つなぎます。ここ3人で囲んでいきますが、これは元大のフリーキック。早く攻めたいところであります。キッカーは10番の向井久保、盛岡北高出身ですので、ステラミーゴの山屋と同じところになります。さあ上げてきました。ミラ奇跡は、わあ、クリア、そしてまたクリア、いや、元大が、これは、あー、シュート、これは上、ここで試合が終わりました。グルージャ盛岡の勝ち。グルージャ盛岡、3年ぶり2度目、吉田監督になってからは初の天皇杯出場となります。グルージャサポーター、この喜びようです。1対0、エースストライカー菅原太郎、見事にやってくれました。グルージャ盛岡、3年ぶりの天皇杯出場。おめでとう。